シマのインストラクターの森です。今回はですね、2021年秋に新発売となりますロッド、それからリール、そして玉の絵ですね、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、ロッドなんですけれども、2021年秋にですね、局章が、リニューアルされます。局章は結構多くのユーザーの方から、まあ、間もなく出るんじゃないか出るんじゃないかっていう意見をいろいろと聞いておりましてですね、結構待たれてた方も多いんじゃないかなというふうに思います。今回はですね、このニューロッドの曲章、それからリールですね、BBX テクニウムも、リニューアルされます。新しくスットブレーキ2になりました。それから、MGL ローターを採用したというこのニューテクニウムですね。それから最後にこちらの玉の絵、イソスペシャル玉の絵の紹介になります。まあ、順番にね、曲章、それからテクニウム、そして最後に、イソスペシャルの紹介、玉の絵の紹介をさせていただきますので、この動画を見てですね、もしあ、よかったなって思っていただけたらですね、この秋の相棒として使っていただければなと思います。はい、いよいよ、2021年秋に発売となりますニュー曲章ですね、紹介をさせていただきます。この曲章ですけれども、この曲章を作り上げる前にですね、プロトのロッドを持ってですね、ロッド企画、それから開発の方と一緒に、いろいろテストにお付き合いをさせてもらったんですけれども、その時に、開発の方がおっしゃってたのが、本当にこう曲がる、すごく曲がる同調子の竿を作りたいというような意見がありました。で、今回のこのニュー曲章なんですけれども、シマノの現行ロッドの中では一番同調子に仕上がっております。後で竿をちょっとね伸ばしてみて、ラインを通してちょっと実際曲げ込んでみて、まあ皆さんに見ていただこうと思うんですけれども、本当にこうロッドが穂先からこう魚がかかって当たって竿先から曲がり込んでいった時に、こう竿先と一緒に胴も一緒に曲がり込んでくれる、本当にこう竿全体が非常に曲がり込みやすいロッドになってるんじゃないかなと思います。で、同調子というロッドはですね、最近非常にまあ人気が高くてですね、その同調子の魅力っていうのはやはり竿全体で魚を受け止めやすい。で、例えばですけれども細いラインを使ってでも魚に切られるリスクが減るという部分ですよね。で、まあ極端な話なんですけれども、先上肢のロッド、まあ、ロッドの中には先上肢、それから、基本調子、それから同調子のこの3つに大きく分けられると思うんですけれども、まあ、極端に言えば先上肢の場合はですね、やはり穂先だけで魚がかかった時の引きを受け止めるわけですので、魚がかかった瞬間もう竿先、まあ、ほぼ竿先あたりで魚を受け止めるということになるので、魚の重さとか引きっていうのが胃の一番に伝わりやすい、まあ、大きく言えばですね、穂先だけにまあ重心がかかって圧力がかかって魚とやり取りをするわけなので、魚がパッとかかった時にいかんこれは魚大きいとか、そういうこう魚の引きとか衝撃を受け止めるのが竿先にある分、やはりこう魚を掛け合わせた時の速さっていうのが速いわけなんですね。しかしその同調子の場合っていうのは、竿の本当にこう手元5番目の部分あたりまで曲がり込んでくれるっていうことで、魚がかかってから魚の引きっていうのを竿全体で受け止めることができるので、その魚のこの引きっていうものの衝撃っていうのが本当減りますから、こう魚がかかって魚の引き、それからための部分までに時間があるということで、本当にこう
最初の掛け合わせをしてから魚とのやり取りをするまでに余裕が生まれるということになるわけなんですよね。でやはりこのこういった同調子、今までのシマノのイソロッドの中で、作り出せなかったこの同調子の極小はですね、一番の要因といっているのがやはりスパイラル X コア。やはり高強度素材を採用することによって、今までのロッドよりもさらにいろんなパターンの調子のロッドを作り上げることができた。それからパラボラチューン R プラスの竿の節と節目のつなぎ目をですね、ワンピースロッドのように仕上げることによって、その高強度の素材、それから節と節とのバランス、そういったものが相まってですね、この本当にこうリアル同調子の竿に仕上がったんじゃないかなというふうに思います。で、この極小なんですけれども、コアブランクスという名称は皆さんお聞きになったことがあると思うんですけれども、スパイラル X コア、それからパラボラチューン R プラス、それからですねこの竿のガイドですね、 X ガイド、この X ガイドとパラボラチューン R プラス、それからスパイラル X コアを搭載したロッドっていうのがコアブランクスを採用されたロッドということになるんですけれども、当然今回のニュー極小も、搭載されております。それからですねこのグリップの部分ですね、グリップの部分とリールシートの部分がラバー素材の仕様になってます。でこれはですね、ファイアーブラッドの長にも搭載されている、ラバー素材のグリップ、それからラバー素材のシートになってるんですけれども、本当にね私ファイアーブラッドの長も非常に気に入ってるんですけれども、今回この極小に採用されて本当に私このグリップって握りやすいなと思います。本当にこうリールをつけてこう握った時に本当に持ちやすくて、でもちろん痛みというものもこのラバー素材を採用してるっていうことで痛みもほとんどない。それからまあリールシートもですねスクリューシートになってますから、リールをがっちりホールドすることができる。それとですね、前作の、極小からですねこの竿尻が2センチほど短くなったということで、こう例えばですけれども竿でこう釣りをしててパンと魚を掛け合わせて、いかんこれはちょっと大きいと思った時にスッとこのお腹に竿尻を当てやすい、本当にこう取り回しのしやすいこのロッドの竿尻の短さですね、こういったのも大きな特徴になるんじゃないかと思います。あとですね、今回この竿のこの高強度素材を採用するプラス、ナノピッチ、まあ、成形テープを細かく巻き上げることによって、まあ、もちろん強度もアップしてますし、それからこの見た目の美しさですよね、本当にこう竿がつるっと光ってて本当にこう綺麗仕上がりになってると思います。でデザインですけれども、まあ、デザインはやはりね前作の極小に少し似せた感じかなというふうに思いまして、まあ、黒と赤の、まあ、ツートンカラーといいますか、それにこのゴールドの極小というロゴがね非常に映えてます。そして、この防音効果、それから撥水効果、バリアフィニッシュ、それから、ハイパーノンコンタクト2なんかも当然のことながら標準装備されてますし、最後にですねこの穂先周りなんですけれども、先ほども言いましたけれども X ガイドの、搭載、それとやはりこう釣りをする時のやっぱりこう大きな味方になるんじゃないかなと思うんですけれども、穂先のこの強度ですね、タフテックインフィニティ穂先、竿先の絡み、糸絡みですね、こういったのがあってこう穂先が折れないかなという心配をしながらこう釣りをするっていうことが本当になくなった、まあ、安心して釣りができる大きな要素になるんじゃないかなと思います。はい、それでは2021年秋にですね新発売となるニュー極小、今回は 1.2 号の530ですね、人気の号数になると思うんですけれども、実際曲げてみたいなと思います。まずはこのままちょっとこう寝かせ気味ですね、こういう感じ、まあ、これが本当にこう片腕で曲げて一番曲がるところかな、ちょっとお腹に当ててみたいと思いますけど、こういう感じ、
穂先から順番に曲がってきて、もうこの辺りで3番4番にこう曲がりが伝わってくるなと。本当にこう胴に入る速さが速い。曲がり込んで4番あたりに入り込むのが本当にこう速いなっていう感じがしますよね。まあ、今度はあの実際のやり取りみたいなイメージでこう竿を縦気味にする、こんな感じ。まあ、これ今片腕ですけどね、これぐらいの曲がりですね。まあ、さらには今度をまあやり取りしてちょっとこう竿を後ろ気味に倒したイメージ。本当にこう3番なんかはものすごく曲がってて、4番の入り込みなんかはすごいですよね。だからこう魚を掛け合わせてやり取りをするときにでもこういうこうブレっていうのがやっぱ少ない。胴にぐーっと入りやすいので、ぐーっと胴に入りやすいので本当にこう安定感が増しますよね。すごい胴調子だなっていう感じがしますね。ちょっとお腹に当てて縦気味でちょっと大物とのやり取りをイメージして、こんな感じですか。うこんな感じのイメージですね。その名の通り本当にこう溜めて取るにふさわしい、本当にこう同調子の曲調だなっていうイメージですね。この曲がりですね。まあ、実際にあの曲調の曲がりをまあ見ていただきましたけれども、まあ、今回使用したのが 1.2 号の530、まあ、一つのね参考にしていただければなと思います。いよいよですね、2021年秋に新発売されますニュー BBX テクニウム、お待ちになられた方も多いかなというふうに思います。私もあのニューテクニウムを非常に期待しておりました。まあ、大きな特徴というものをまあご紹介をさせていただくんですけれども、やはりガラリと変わった部分っていうのが今までのスットブレーキからですねスットブレーキ2に生まれ変わったということですね。まあ今回発売されるニューテクニウムなんですけれども、まあ、今までスットブレーキ搭載のテクニウムを使われてた方で、たまにこう釣り人からの意見なんかも聞くんですけれども、やはりちょっとこうスットブレーキに対する若干の抵抗の一つとしては、やはりこのハンドルに少しこう持った時にハンドルにちょっとガタつきがあったという意見があったんですね。でこれが今回ニュースットブレーキ2に生まれ変わりましてですね、ハンドルの、まあ、ハンドルはあのレバーでこう折りたたむ、まあ、従来の、テクニウムと同じスタイルなんですけれども、ここからのこのハンドルのガタつきですねが、まあ、ほとんどないと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、これが、まあ、あの今回のニューテクニウムの大きな特徴、それから、MGL ローターに変わったというところなんですね。でこの MGL ローターっていうのは、魚がかかってリールから糸を放出するときにこのローターがまあ逆回転する、逆回転するときのこの速さですね、速さっていうのが従来のテクニウムよりさらにスピードが上がったっていうことで、魚をかけてやり取りをしててとっさに糸を出す、ラインを送り込んでやるときにもすぐに竿を立てやすくなった、従来のテクニウムよりさらにスピードが増したというふうに、思ってもらえると思います。またですね、前作と比べますとシルバーとゴールドを基調としたカラーだったんですけれども、今回は若干深みのあるシルバー、それからゴールドのパターンですね。本当にこうなんかこう非常に高級感があるというか、ちょっとこうシックなデザインになりましたですよね。ハンドル周りのデザインも非常にこう細身のある感じに変わりましたですね。2021年秋、BBX テクニウム、ニューモデルですね、計5アイテム、DXG、それから DWXG、それからタイプ G、
のですね、計5アイテムの登場となります。はい、引き続きましてですね、玉の絵の新製品、2021年秋ニューモデル玉の絵の新製品のご紹介です。イソスペシャル玉の絵がリニューアルされます。で、今回のですね、このイソスペシャル玉の絵は、5メートルとそれから6メートルの、仕様となっていまして、この5本継ぎ、まあ、玉の絵ってこうね、5本継ぎが、まあ、基本というか多いと思うんですけれども、この5本継ぎの中でいう、シマノのモデルの中でいう最軽量モデル、5メートルで355グラム、本当に軽いです。でですね、この、イソスペシャル玉の絵のですね、やはり大きな特徴っていうのがアンチロックジョイント。まあ今までイソ釣りをされて、私も含めてそうなんですけれども、何が一番嫌だったかっていうと固着ですね。玉の柄の固着です。ここの節とこの節の部分ですね、これがですね、ギュッ、雨の日なんかにね、ギュッなんかなってしまうと、もう玉の柄がその縮まらない、もうどうすることもできない、釣り具屋さんに持って行って、すいませんちょっと直してくださいみたいなような経験っていうのが、まあ誰しもがおありなんじゃないかなと思うんですけれども、シマノのこの玉の柄に採用されているアンチロックジョイントですね、このカチッという音はまあ聞こえると思うんですけれども、玉の柄を一番伸ばした状態にしてもですね、固着がない。まあ固着がないというのが、まあちょっと大人の事情といいますかね、歌いきれない部分があるんですけれども、まあ固着がない、固着しないと、まあ言い切れるんじゃないかなと思いますね。まあ今までも、シマノの方に玉の柄が固着しました、このアンチロックジョイントを搭載した玉の柄で固着をしましたというクレームも一切ないということなので、まあほぼ固着はしないというふうに断言できるんじゃないかと思いますけれども、この状態ですね。この玉の柄をやはり伸ばすときに一番恐ろしいのが、伸ばしすぎてしまうとどうしても固着するんじゃないか、特に雨の日なんか使っててパッとこう伸ばしてしまうと固着をしてしまう危険性があるということで、どうしてもこう玉をね、玉の柄をこう伸ばすときにこう優しくこう伸ばしてしまう癖があるんじゃないかなと思いますね。でこのようにこの玉の柄のこの網の枠をちょっと見てほしいんですけど、こうほとんどこうゆるゆるの状態で伸ばしてしまうと、こう玉枠っていうのがどうしてもブルンブルンブルンとこうしてしまう、こう風が吹いてる時なんかにこう傾いてしまう、魚をいざすくいたいのに風がふわーっと吹いてこうどうしても傾いてしまう。でこれは何が原因かというと、やはり玉の柄っていうのがきちんと伸ばせきれてないからなんですね。で伸ばせきれてないっていうのは、なぜ伸ばせきれないかっていうと、当然重なった節と節の重なった部分っていうのが、まあいわばテーパー状になってるわけなので、ギュッと伸びきるまでの間にそのどうしてもこう隙間というか設置する部分が生じてしまうので、玉の柄が伸びきらない。で思い切って玉の柄を伸ばしてしまおうとすると、今度固着をしてしまうリスクがあるということで、そこをやっぱり玉の柄を使われる方っていうのは一番の弱点だったと思うんですけれども、まあ、今回の、このアンチロックジョイント搭載の、まあ、玉の柄、まあ、今回イソスペシャルもそうなんですけれども、ファイアーブラッドの玉の柄、それから BBX スペシャルの玉の柄もこのアンチロックジョイントっていうのが搭載されてますけれども、ちょっとね、伸ばしてみたいなと思うんですけれども、いきます。この今のスピードの状態ですね、速さで伸ばしてもらうと、見てほしいんですけれども、玉の柄の網を見てもらいたいんですけれども、全く回転ひねった通りに玉枠が動くので、よくこのねアンチロックジョイントを搭載した玉の柄っていうのは、こうどうしてもこう網の回転、これがグラグラっとするんじゃないのかっていうふうに言われるんですけれども、ほぼロックの状態のまま使ってもらえると思います。もう一度行ってみます。このね玉の柄を伸ばした時に
この音が鳴ると思うんですけれども、この音なんかもまあ捉えていただきたいなと思うんですけど、ちょっと伸ばしてみます。カンっていう感じですよね。でこれが今、節と節のつなぎが 1,2,3,4 全部で5本継ぎなどで4箇所あると思うんですけれども、これがいわば伸びきった状態です。これも伸びきった状態、この伸びきった状態で初めて5メートルなんですね。初めて5メートルの長さが生きるわけなんですけれども、どうしてもこのアンチロックジョイントを搭載してない玉の柄を使われる方っていうのは、玉の柄のこの節と節を完全に伸ばしきるっていうのがやっぱり不可能というか、どうしても伸ばしきってしまうと固着してしまうというリスクが生じるということで、やはり玉の柄をゆっくりこう伸ばしてしまう状態ですね。これは今各それぞれの節と節がまだ完全に伸びきってない状態になるということで、これが5メートルの玉の柄なんですけれども、ほぼまあ4メートル60センチとか4メートル70センチぐらいしかこれ伸びきってない状態なんですね。しかもここで頭を回してやると、これ今ぐるぐる回してるんですけれども、玉枠が動かない、玉枠は上に向いたままけど、今手首の方はぐり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 ひねってるわけなんですね。これなぜ上に手首がひねってて玉枠はそのままなのか、要するに節と節が完全に伸ばしきれてないから回転するわけなんですね。でもこのアンチロックジョイントっていうのは完全に伸ばしきった状態、伸ばしきった状態でほぼ玉の柄、玉枠とこの節っていうのがまあ合体してるということになるので、本当にこう回転が少なくなります。なので本当にこう安定して魚をランディングしやすくなるんじゃないかなと思います。それではですね、2021年秋のニューロッド極小、それからニューリールの DBX テグニウム、それからですねアンチロックジョイントが搭載された、イソスペシャル玉の柄、このそれぞれの商品を皆さん使っていただいてですね、今年の秋からの磯釣りを楽しんでいただければなと思いますので、ぜひお使いになってください。ロクイッシング徳島ガゼロード、チャンネル登録はこちらから。